よいしょ。すいません。どうも。ですね、暗黒放送というのはですね、シーテマ2号と言われている男です。今外配信しております。外に来ました。ツイキャスがなんか落とされたんで、ツイキャスがなんか知らんけど運営に落とされちゃったんで、室内からやりたいと思う。ニコ生でやりたいと思います。ね、自転車買いましたよ。 1万円が1万2800円だったから。キャスミンじゃありません。ほんとムカつくよな、暴露女とかさ、人のことでね、ペラペラあることないこと喋るやつってさ。やっぱり同じことされてもね、やっぱりね、そういうやつはね、よくない。何が起きたかっていうとね、ネタが4人集まってネタがないもんだから、俺のねことをね、ペラペラあることないこと喋って話題作りするしようとしたけど、おかげでね、名誉毀損だから、これ完璧なね、名誉毀損としてね、名前と住所が分かったら俺もね、名誉毀損で訴えてやりたい。名誉毀損だからね、完全にあることないことペラペラ喋ってさ、人前で、で俺の名誉著しく怪我したってこと分かってんのかな。笑い話じゃないからね。俺今後さ、議会に行ってね、コロナ鍋に続いてシーテマンって呼ばれるのなんて嫌だよ。でシーテマンって検索したらユイカさんが出てきてさ、お前ユイカの親戚なのとか言われてもさ、すごい嫌なんだけど。名誉毀損だよ、こんなもん、完全に。嘘つき女のさ、ね、暴露みたいなことにさ、付き合ってさ、何がしたいのね。いや、訴えてやりたいよ、ほんとね。いや、訴えてやりたいよ、ほんとね。住所と名前が分かるんだったら、俺、ほんとにね、そういうこと許せねえから。脅迫じゃないじゃん。ね。ほんとにね、人の嫌がることをわざと、これね、セクハラを超えたモアハラだよ、モアハラ。モアハラ。完全に名誉怪我してんじゃん。シーテマンとか言ってさ、ね、ほんとね、悪質だよ。俺ね、ね、R さんを別れさせたいがためにね、そうやって、全然、ね、あんな赤シェリーとかいう女よりも R さんの方が全然まだいいよ。みんなもそう思うでしょ。ね、でもこれどうしよう。まあいいや。いや、まあ R さんもね、まあちょっとなんかいろいろと楽屋の件でいろいろとあったけど、なんか情緒不安定なんだって。だから今はね、まあそうやっていろいろと食ってかかってしまう部分もあるけどね、まあね、それはちょっとね、申し訳ないなと。まあというか自転車にしよう。自転車をこれをどっか、とりあえずね、公園かどっかに持ってきます。古事記って誰が古事記なんだよ、ね、誰が古事記なの。一緒にしないで俺古事記に。ちょっとごめんなさい、俺今からね、自転車やっぱ配信つけてるとあれだから、一旦切りますね。で配信外でちょっと改造するわ。要はね、ペンチがいるから、ペンチがだからペンチ。
やペンチがいるんだよ、ペンチ。ここを止めるためのここにねギュッて、つうか100均ないの、100均で買おうかなって思ったよ、ね、だってだから100均でネジを止めなきゃいけないんです、100均で。俺が喋るために強いて書くのやめてもらっていいですか、嫌なよ、嫌なんで。俺が喋るために強いて書くのやめて、おう気持ち悪い。何がっていうとね、工具がいるんだよ、工具が。これ買ったの、このこれめっちゃいいやつで、これをここに止めるんだけど、ここにハンドルのここに止めあでも難しいかな、ネジがね、ネジを止める、ここに穴があって、でね、それをこのネジで止めるの、この六角で。予算がいるわけねえだろ、六角で止めるんだけど、ペンチがいる、あのなんだろう、六角ペンチがいるからさ、六角ペンチが、だからそれを買わなきゃいけないんだけど、どこに売ってるか教えて、六角ペンチ、六角ペンチどこに売ってるか教えて。あのテンチムとかどうでもいいじゃん、あんなのさ、あの女なんで復活してんの、ま、ダイソーって、あ、そうか、ダイソーね、ね、秋葉のダイソーってどこにあるの、もう何にも知らないんだよ、秋葉のダイソーってどこに売ってんの、秋葉のダイソーって。あちょっと待って、さっきちょっと人に頼もうかな、さっきいたからさ、ちょっともう頭に流してきたの、ちょっと一旦来ていい、うん。
ただきます。2000円ガチャは見たことないな。やめとこ、嫌な予感がするから嫌だ。お金がないから。だって別に何が出ようが興味ないでしょ、リスナーさん。2000円でさ、何が出ようが。だって2000円もするんですよ、わかる？2000円って金額わかる？ステーキ1枚食えるんだよ、ステーキ1枚。あ、すいません、この商品で何が出てます？あ、店員さんじゃない、ごめんなさい、まあ、間違えちゃった、ガチで。俺頭悪いのかもしれない、うん、まあいいや、2000円、まあ今日だ、今回だけだぞ本当に。いやいや、2000円ガチャに挑戦します。配信じゃなかったら絶対やらないけど。俺ひ、どこぞのヒカルさんじゃないかな。プッシー、お、青玉が出た。自転車盗まれないだろうな、心配なの。これ出たらどうすんの、店員さんに持ってくる。これ2000円ガチャ出たんですけど、どうしたらいいかな。2000円、これはこの自身が結構ありますので、はい、これ、はい、
出ました。そう、これハズレって扱いなので。え、ハズレとかあるんですか？あ、そうそう。え、だって、え、ハズレもあるんですか？ああ、そうなんだ。じゃあハズレだと何がもらえるんですか？ハズレだとこちらになります。このカプセル団子ですね。カプセル団子。え、じゃあこれ自体がもう商品ってことですか？まあ、そうです。え、これがこれ自体が商品なんですか？まあ、そうです。あ、まあ、まあ、そういうルールだったらごめんなさい、分かりやすい、ありがとうございます。なんだこの BGM は。なんか吉宗の化けが出たと一緒に見ないな BGM かなって余計腹立つんだけどさ。え、2000円でこれなの？嘘でしょ。外れとかあったらちょっとさすがにダンゴムシなんて。絶対こんなおかしいでしょ、2000円で。俺はしかもこれ、はい、2000円だよこれが。ねえ、こんなのもさ、コイザラスで500円とかで売ってそうなものがさ、開けてるけどこれ見ろよ。いや何これ、え、なんでこれが2000円なんだよ、ね、これが2000円って嘘だろねえ、これ、うわ、壊れ、え、壊れてんじゃん、しかもこれ、これが2000円だって嘘でしょ、マジで。これだよみんな。2000円ですよ本当に。いや、ありえなくないこれ。これ原価調べて、誰か。これ原価調べて、マジで。いや、これありえないよマジで。だって100均のさ、これダンゴムシ新聞っていうのが出てきて、いや、さすがにないわ。え、普通これと交換と思うじゃん。え、2000円って嘘でしょ本当にね。いや、マジで俺ちょっとね、ショック、あの、がショックというかね、いや、ないわと思ったね。な、明らかだよこれは。さすがにこれ、あの、がっかりを超えてね、なんかね、こんなゴキブリを2000円で俺買ったってことでしょ。何の役にも立たないこんなものをね。っていうかおかしいでしょ明らかに。この俺、ね、
たってないじゃんって必ずって。フィギュアってまさかこれのこと？え、フィギュアって普通で言えばこういうやつとかさ、こういうね、これがフィギュアじゃないの？本来のこれがフィギュアじゃないんですか？これフィギュアじゃなくて、いやもういいでしょさすがに、これはフィギュアじゃないもんこれ。シーテマンの映画か。ではさすがに、いやこんなダンゴムシに2000円かかって俺も本当にショックなんだけど、いやマジでこれはちょっとないわと思ってるよ。これ買い取りでしてもらえねえかな、これ逆にフィギュア買い取り、あ、やってんじゃないこれ。これって買い取りってできません、これ2000円してこれが出てきてちょっとびっくりなんですけど、ちょっとね、これで2000円はちょっと俺あまりこういうの言いたくないけど、さすがにちょっとこれはひどいよ。さすがにこれはね、ちょっと俺言いたくないですよ。だってこれでやっしょ、これどうやって使うのこれ。いや、当たりがいい景品が入ってる。当たりがあるんですかこれ。いや、これは当たりが出るやつのこれは発明なんですよ。そういうの、まあ、だから安いんですよ。あ、そういうこと、はい、わかりました。もし当たれば、はい、あれですよ、プレポとか。え、本当にケースが隣に入ってるんで、はい、だからいいやつが当たるんですよ。あ、これはわかりました。はい、すみません。誰だここにガム入ったクソ野郎マジで。いや信じられねえよここにガム入ったバカマジで。誰が入ったんだこれガムねえ、誰が入ったここにガム、ガチで。ありがとう。普通人間のすることじゃないやろ普通に考えて。見つけたら本当懲らしめてやろうと思ったのにさ。あれどこ行った、あれどこ行った。あれ今のあいつどこ行った、今買ってきてくれもらったの。っていうかさ、このペンチっていいんかな。あ、できるか、これ、あ、これ調整ペンチか。え、取ってもらおうと思ったんだけど、あれどこ行った今のやつ。ちょっと撮影してほしいんだけど、ちょっとカメラ持ってほしいんだけど、あれどこ消えた。ちょっと戻ってきて、こう放送見てたら映さんから。これ違うよね明らかに。明らかに違うんだけど、どこ行っちゃったの。何のことかわからなかったよ。ちょっとカメラ持ってほしいんだけど、どこ行っちゃったんだよもう、ああ来た来た。ごめん、ちょっとカメラ持ってもらっていい。
これでいいんかな、多分これで、ね、あネジが、これでこれどうやってロックするの、なんだこれ、何これやってちょっとやってもらっていい、俺できんわ、俺これできんわ、できるこれ、すごいね、ようできるな、さすが大勢よ、これできんくない、ガッチガチに固めてほしいんだけど、できるこれ、できたら天才、おすごい、すごいね、すげえすげえ、もっとやるよ、もっとやるよ、両方持つの？両方から。両方から？できる一人で。ああ、さすが。あとで団子飯あげるよ、今日は、うん、ありがとうございます、うん、でもこれやっぱ緩くなっちゃうな、なんでだろうな、絶対緩んじゃうな、一番大事なのは要はね、自転車で走っててブレブレにならないようにさ、手ぶれ嫌でしょ、みんなも手ぶれしてさ、ガタガタになってしまうとね、やっぱりそのね、いやだから ネジでガチガチに止めたいんですよ、おすごい天才だね、本当にメカニックマンだよ、ここにメカニックマンが出て現れた、あとでご飯おごるわ、俺、うん、俺できないもん、俺本当にできないんですよ、ネタ抜きで、あ、できた、すげえ、もう一個あるんだよ、実はもう一個、部品がね、あれ、そう、これめっちゃすごいね、これでガッチリだ、絶対ブレない、これない、いや、もちろんだよ、もう、うん、あとこれもあげるよ、これ、うん、これもあげる、うん、
ても2台くっつくかな、1個でもいいかもね。だってあと地図、これは配信用であと地図を見るようだから、ポケットから地図見れるってことも、うん、そうだね、できる、できたら天才。今日はあのサイゼリアおごるわ、後でサイゼリア、うん、好きなの食っていいから。いや、サイゼリアはね、あそこにあるの、めっちゃうまいの、サイゼリア。特にうまいのが、俺サイゼリアのプロだから教えてやるけど、サイゼリアでこれを食えば外れがないっていうのがあって、あとね、あれ、エスカルゴ、あれあれあれ、今何やったっちゃうの。いや、今日ちょっと自転車の改造でね、ちょっと秋葉原に行って、あれ今日何の帰り。ああの、たまたま、うん、仕事の帰りで。あ、たまたまです、ちょこまりと申します、よろしくお願いします。うん、あ、たまたまだったんだ。あれ久しぶりですね。久々だね。今日仕事の帰りだったんだ、たまたま。あれ、あの、これは、何を。あ、自転車の改造。改造、うん、自転車がちょっとここにロックして、ここで、来ただけ。で、こちらの方は、強制労働させて。そうそう、たまたま。ひどい。うん、今日来てくれた。いや、せっかくの、あれ、労働者さんの方に。ああ、労働者の方。ああ。うん、じゃあ、ああ、じゃあ、うん、分かった、じゃあまたね、はい、はい、お疲れ様でした。なんであいつどこにでも現れるよな、すごいな、チョコマニさんは本当たまたまだ。でもこれやってくれてね、ありがとうございます、うん、紹介せん方がいい、誰か、ね、大丈夫、言わんくていい、大丈夫、大丈夫。あ、もともとね、あの、俺と一緒に、住んでた人、要は俺が立川に来た時にさ、一緒にその部屋で、同棲してた、同棲っていうか、まあ、同棲っていうか言い方悪いな、一緒に部屋借りて一緒に住んでた、友達ですよ、はい、N 国ので、マロンが来るときはちょっと出てってくれって言って、ね、追い出して、家から追い出して、で、ね、あの、車で車泊させたっていうぐらいのあれです。で、雨の日にね、もうね、チラシ配るとかポスター貼るとかすごい一生懸命やってくれたんだよ、だからすごい受かったのは本当ね、もう彼のおかげだって言っても過言じゃないよ、本当にいろいろ尽くしてやってくれたから、俺のはね、ゴミみたいなわがままとか贅沢に付き合ってまして申し訳なかったよ。でもすごいな、こんなことで俺できないもん、こんなことすごいね、あ、しまった、落ちちゃった。でもこれでちょっと後で自転車テスト、これすげえ便利なんで、皆さん知ってる？こうやってね、これでガチリ挟んで、さらにゴムで上からね、こうやって挟めるから、がっつりこれね、もう絶対携帯が落ちないし、うん、すげえ助かってる。ありがとうね。ペンチ？ペンチ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 、あれペンチペンチ、あれさっきペンチはペンチペンチ、あれペンチはペンチ、あれレンチペンチ、あれさっきあったよな、カバンの中にあった、あったあった。
あ、俺充電。あーダメだ、壊れちゃったこれ。ゴミは拾うよ当然ながら、後でちゃんと拾う。待って、青マスク900円だって。安いかな、でも俺500円で作ってるんだ青マスク。あ、ごめんね、ゴミ。あ、これガムついて、ガムガムガム。あ、ゴミを拾ってくれてんだ。あ、わ、悪いね、なんかいろいろ。もう全部嫌なことやらせて。うん、申し訳ない。うん、本当ね、いい人なんだよ。え、つけた？え、これついてないじゃん。え、これをつけて染めるの。あと最後これですね。うん、でもこれで。え、やらんの。これは、いや、それをつけて、あとはここから。あ、本当？先生がまた。うん、これなんか落ち、危ない危ない、落ちる落ちる、これ落ち、落ちる。なんかこれべっとりついてる、これ何。ニスがついてる。うん、あ、これちょっとつけない。うん、え、そうそうそう、穴に入れて、穴に、うん、あ、やり方わかる。それ取っちゃダメなんです。そう、緩めてここに緩めて、うん、そうそう、穴にこれ、はい、穴に、うん、そう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 、そうそう、それでさっきのこれを、はい、これもここに緩めて両方刺す、これでできるから。そう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 、うん、そう、そういうこと。いや、俺できないからやってくれてありがとう。あ、待って待って待って、その前に、はい、に抜いて、はいはい、この、はいはい、でここにこれを裏に刺さるというか、そうそう、ここにこれ、うん、これでいける。うん、プロ。あ、OK、OK、OK。ありがとう。これで合ってんじゃん。なんか違うくないですか。え、違う？いける、いけるでしょ。ありがとうね。いや、完成ですよ。完成。何食べたい？あ、先にちょっと車載テストしてきていい？はい、もちろん。じゃあちょっとこれを持ってて、カバン、またリュックだけ、はい、忘れて、大事なことがあって。で、これでブレなければ成功だよ。ちょっとリスナーさん、俺車載やるから。
どう問題ある？あ、痛いけど。どう問題あった？なんかダメならダメって言って。何がダメだった？ねえ。何が問題あった？揺れまくるのはしゃあないんだって。そこはね、仕方ない。風がうるさいのもしょうがない。スタビライザーだとはめれなくない？ここにピッてできるかな、スタビライザーで。あ、できるかも。うん、落ちちゃわんかったらね、スタビライザーできるかな。スタビライザー、七原は風防してるって何？風防ってどこに売ってんの？風防って。風防って何？他の配信者はぶれない。わからん。それツイキャスになるわね。まあいいや、ちょっとじゃあ、とりあえず今日はここまでにしようか。今日はこの辺に留めといて、駐車場聞いてみるわ。ごめんください。駐車場ってここら辺ってどっかいい場所ってない？駐車場？安くて。安いかどうかわかんないけど。はい。最近右側にあるけど、これ一方通行だからこっちは行けない。でも俺自転車ですよ。向こうから、あ、自転車になる。え、うん、駐輪場？駐輪、自転車の、要は自転車の止める場所が。自転車止める場所、はい。で、特別駐輪場っていうのはないよ、この辺。あ、ないんですか？駐車場っていうのはあるけど、車じゃないんだよ。自転車、あ、みんなこの辺置いてるよ。あ、わかりました、うん、ありがとうございます、はい、ちょっと、もう少し向こう見てきていい？なんだろうね、駐輪場どっか探そう。風防っています？風防いるかな。うるさい音。
と。風がちょっとあるんだったら問題だけど、風どう？これ音聞こえる？風の音もうちょい上向いてみる。いや音どうしよう。音どうしたらいい？どうしたらいい？これ何対策がいるの？風貌とスタービーチがいるのね。風貌とスタービーね。とりあえずこれで行くか。OKOK。多分ね、いいよ、OK。逆走じゃないよ。半走だよ。とりあえずこれでいい。これで。とりあえずはこれでいい。とりあえずは。ね、だから風防と今何とかするから、風防は何とかするよ。まだ時間があるから風防何とかするから。風防あとは配信を一回切ります。さようなら。